の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は海上保安庁の大型巡視船である黎明型について詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である黎明型巡視船の2番艦あかつきが就役したのは2021年2月16日のことだ。あかつきはそのまま中国公船が幾度となく侵入を繰り返している尖閣諸島を管轄下に置く第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は、本所に1番艦でネームシップの黎明とともに暁が配備されており、今後とも尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を行う上で重要な役割を果たすことは疑いようのない事実である。ここで黎明型巡視船の諸元について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に1機9000馬力を発生するディーゼル機関を4機搭載している。また最高速力は25ノットと海上自衛隊の艦艇と比較しても何ら遜色のない規模なのだ。しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備すること不可能となっている。これはあくまでも警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリバルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置などに加え、両舷に救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらはテレビでもよく目にするような装置たちである。黎明型は前級である秋津島や前々級の四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、秋津島では前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦であるマヤ型の諸元を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量10250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で69000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限りやはり黎明や暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、
暁はその6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して設計や構造的に高額になることは仕方のないことだ。だが、特にマヤ型においてはイージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。 SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も他の大型巡視船と同じように完備に大型のヘリであるスーパーピューマ225を2機搭載可能としている。ちらも平時は1機のみを運用し任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプタースーパーピューマ225はフランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が2000年に開発したものである。全長 19.50m、 全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は一般公募の中から採用された。今回採用されたのは青鷲という名称であり、これは南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊においてスーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う機体としても活用されているとのこと。また陸上自衛隊に納入されている機体にはいくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。 IR サプレッサーというのはエンジン排気口からの排熱を抑えて赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても3機が配備されているが、こちらは救難や救助、救急といった人命に関する任務や航空消防を主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と同じように非常時の安全対策のため緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は突出した9機という数である。巡視船以外にも各陸上拠点での運用が行われており、今後とも活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である青鷲だが、今後は尖閣諸島周辺で中国公船と対峙するであろうことが予想されている。これらは具体的に中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来中国海峡局は日本の海上保安庁と同じように警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら2017年以降は着々と武装警察といっても過言ではない組織へと改変されており、現状軍隊と何ら遜色ない武力を所持している家よう。確かに米国沿岸警備隊も米軍の一部であることを考慮すると
脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海恐怖法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海恐怖局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは格段に緩和され、これにより、海恐怖局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が共和党のトランプから民主党のバイデンに移行したことも、中国は好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は日本の領地であるのだが、中国からすれば日清戦争により日本に奪われた土地という見方が大勢を占めており、いかに日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から、武力行使を行うこともできない。つまり、もし、中国海恐怖局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から、先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし仮に海上自衛隊の艦艇を投入し中国側から攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法においてしっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。海自潜水艦の執拗な追跡に、中国軍 093B 潜水艦浮上す2本の海上自衛隊の潜水艦建造は、そう、竜型潜水艦では、12隻の建造が終了しました。最後となる11番艦桜竜、12番艦東竜は、機関にリチウムイオン電池を搭載した潜水艦になるようです。このおかげもあり、静粛性にかけては、世界ではトップクラスと思われます。非核三原則によって、日本は、原潜を持つことは、できないとなっています。通常動力型潜水艦しか持てない非凡ですが、リチウムイオン電池が進化したことで、原子力潜水艦より優れた性能を手に入れることになりました。時代がもたらした、画期的なテクノロジーの恩恵を受けることになりますし、日本の技術力も諸外国より抜きんでているとは言うまでもありません。オーストラリアは潜水艦の製造を競争入札にかけ、
日本やドイツなども参加したのですが、貿易額1位だった中国からの横やりのせいなのか、フランスに落札ということになりました。しかし、こうなってみると、日本を蹴ってフランスを選んだことをオーストラリアは後悔しているんじゃないかと邪推してしまいます。そして、軍事大国中国も潜水艦で尖閣周辺を潜航しているという情報もあります。深い海の底ではどんな行動をしているかはわかりません。しかし、海底と空、海上からは中国潜水艦の動きを発見しているのです。では、中国の原潜が奇妙な動きを見せた映像を紹介しましょう。少し前の話になります。2018年、平成30年1月、宮古島及び尖閣諸島の一つである大正島の接続水域、領海に接する一定範囲の公海を潜航しながら日本領海に侵入していたのが中国海軍の 093B 型原子力潜水艦です。この艦に関しては写真もほとんど公開されていません。どんなフォルムなのか、諸元も全く不明です。しかし、中国国営テレビの中に、この 093B 潜水艦が映っていたと報じられたのです。中国国営 CCTV、中国中央電視台は、海軍の報告として、公海と渤海で行ったとみられるミサイル兵器システム攻撃訓練映像を放映しました。その映像の中に、他の多くの艦艇とともに 093B 型原潜が含まれていたと思われるのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載しますね。これが 093B 型原子力潜水艦と推定される潜水艦です。そして、こちらが2018年1月、日本の接続水域に侵入した潜水艦なのですが、093B 型原子力潜水艦とよく似ていますね。そっくりと言っても良いでしょう。この093B 型原子力潜水艦の特徴ですが、帆の後方付け根にあるミサイルを収容する台形状の膨らみです。方向舵が十字になっていますが、その上に何かの構造物も見えます。1月に領海侵入した潜水艦と特徴が似ていますし、やはり同一艦と思わざるを得ません。というものの、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年、平成27年以降に複数艦が就役したと聞きますから、この艦が接続水域に侵入してきた当該潜水艦なのか、そうでないのかは、依然としてはっきりしないのです。同型の別艦かもしれませんしね。では、問題の、なぜ、中国原子力潜水艦は浮上したのか、を推理していきたいと思います。まず状況について説明しましょう。防衛省の発表によると、2018年1月10日、海事護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C が、沖縄県宮古島東北東の接続水域を北西に進んでいる潜水艦を確認したといいます。再度説明しますが、接続水域というのは公海ではあるのですが、領海に接している海域なので、一定の権限が行使できる水域になっています。なので、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間にわたって追跡しました。12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、長魚島北西の東シナ海の公海に浮上した潜水艦を発見したそうです。しかも、この潜水艦は、中国国旗を掲げていました。今更の説明は、必要ないでしょう。尖閣諸島は、日本と中国が、
領有権をめぐって対立している当初ですから、その近辺に中国艦船が出没するというのは嫌になるほどよくあることですね。今更というわけでニュースにもならないようです。自分の家に土足で踏み込まれたようで、気分的には不愉快ですよね。2018年当時の防衛大臣は小野寺五天でした。彼は、数日後の1月15日、領海に侵入した中国の潜水艦は、小球と呼ばれている093型原子力潜水艦であるという分析結果を発表したのです。この小球は新型の攻撃型原潜で、全長110メートル、水中排水量6100トン、最大速力30ノットと言われます。それだけでなく、長射程距離の巡航ミサイルも搭載できる原潜ということですから、かなり高スペックな原潜ではないかと思われます。本題に戻りますね。日本の接続水域に侵入した中国の最新攻撃型原潜が、公海でなぜ浮上した上に国旗を掲げて中国船籍だと明らかにしたのかということです。潜水艦に求められる第一の要素は何か、それはステルス性、隠密性です。つまり、自分の存在を相手に知られないことが最大にして最重要事項ということです。しかし、この場合の中国潜水艦は、浮上して艦隊をさらけ出しただけでなく、同時に自分の居場所を明らかにしたのです。潜水艦という存在である以上、あまりにも不自然な行動に、中国国内でも様々な憶測を呼んだようです。海外のメディアの分析によると、この小級原潜が浮上し、国旗を掲げた理由として、二つが考えられるとしています。一つ目は、日本へ尖閣諸島の主権が中国にあることを主張しようとしたという説。二つ目は、日本の海事の必要な追跡を振り切ることができなかったので、仕方なく浮上し、身元を明かしたという説です。なんとなく感づいている方もいらっしゃるでしょうが、沖縄を含む日本の琉球諸島を、中国は第一列島線として重要視しているのです。第一列島線というのは、東西冷戦終結後に、中国が対アメリカ防衛線と勝手に北九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続く長いラインのことです。台湾には、ことあるごとに恫喝を繰り返す中国が警戒するのも当然といえば当然でしょう。このラインは、中国とアメリカ、両軍の潜水艦が、年がら年中、潜航行動を展開していると言われている海域です。だからこそ、隠密という潜水艦としての最大要素を無視して、自分の存在を公表したということかもしれませんね。逃げ回っているうちに、アメリカ海軍が出てきたら、大変なことになりかねませんし、しかし、こういった事態に、中国国内の一部のネットユーザーから、たくさんの意見が噴出したそうです。意見を紹介してみますね。2日間も、日本の潜水艦に追跡されたので、我が国のお供が完全に把握されてしまったことだろう。ここまでやられてしまうなんて、最新と言ってるが、小級は本当に最新原潜か？オトモンというのは、潜水艦おのおのが出すスクリュー音のことで、潜水艦によって異なるものです。つまりは潜水艦の指紋ですから、オトモンデータがあれば、どの潜水艦なのかが明白になってしまうというわけです。他国領海を通るなら浮上して、国旗を掲げる必要があるが、公海を潜航するときには、
浮上したり国旗を掲げる必要はない。あそこは公海だったのに浮上したり国旗を上げたのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことになるのでは？潜水艦のすべてのデータ、つまり全行動が日本にバレてしまった。これは最大の問題だと思う。日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上とは白旗を上げて降伏したようなものだ以上のように大半が批判意見でした。最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が日本の海事に浮上させられたことに、多くの中国国民が屈辱だと感じたようです。国家予算を湯水のごとく注ぎ込んで軍備を拡大し、じわじわと日本に圧力をかけ優勢に立っていたはずなのに、思いがけないことで足をすくわれてしまったことに怒りを感じた人さえいたようです。日本ついに US2 でも協業との情報をキャッチしまいた。今回はこの US2 製造会社新明和工業とイギリスのアイラリス社の提携を詳しく見ていきますね。 F3 戦闘機開発に続き、イギリスとの連携強化は日本も今までよりも本気になったのかもしれません。日本の技術は最高ですが、コックピット周りが全くダメなので、これで戦闘機開発で復活かな。救難飛行艇 US2 の製造企業として、日本ではよく知られているのが新明和工業社だが、同社がイギリスの航空関連のベンチャー企業であるアイラリス社とが、2023年、3月15日に業務上の提携を結ぶことが判明し、大きな注目を集めている。すでにこの公表が行われた同月内に、日本の新明和工業社とイギリスのアイラリス社とは今回の提携に基づく動きを開始する予定とされており、航空機の設計から製造に至る一連の流れで協力を図ることとなる見込みだ。概要としては、今後の航空機開発に必須と考えられているデジタル手法を取り入れたエンジニアリング、そしてその過程をマネジメントしていくやり方を共に構築していくというのが今回の提携の内容のようだ。イギリスのアイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機と呼ばれている航空機を手掛けている企業であり、同機は2015年に DART と、いう呼称で世に送り出されたモジュール方式を取り入れた機体となっている。アイラリス高等ジェット練習機は、基本操縦の練習用機体、基本ジェット機の練習用の機体、高等ジェット機の訓練用の機体から、デモ用の機体、軽戦闘機、無人航空機等まで、パーツの組み替えで対応することが可能である。こうした複数の用途への対応を、アイラリス高等ジェット練習機は、機関部、主翼、尾翼等の構成パーツを変更することで実施できる、モジュラー方式を採用しており、航空業界では、非常に高い関心を集めている。アイラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、基本のアビオニクス、制御システム、中核の胴体部などのおよそ 85% を共通化しており、非常に先進的な設計だと評価されている。こうしたモジュール方式と中心となるパーツの共通化を行うことで、アイラリス高等ジェット練習機は、使用者の用途に応じた高い汎用性と、その運用コストの低減が図れると目されており、
画期的な機体と見さされている形だ。そのため、イギリス空軍は、傘下のラピッド・ケイパビリティーズ・オフィスを通して、アイラリス社に出資を行っており、2021年2月には、3年の開発契約も締結し、アイラリス高等ジェット練習機のさらなる進化を後押ししている。これに応える形で、2021年9月に、アイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機を無人航空機化した中で、さらに、戦闘機型や空中給油機型等の多様な形態への横展開を発表し、その拡張性の大きさを世に示した。こうしたアイラリス社の推進しているアイラリス高等ジェット練習機の開発の方向性は、関連企業において非常に高い評価を獲得しており、イギリスを代表するロールス・ロイス社も、同年同月に航空用の機関部の供給契約を結んでいる。アイラリス社への投資は、これらロールス・ロイス社などの同じイギリス国内の企業に止まらず、中東の産油国、カタールのバルザンホールディングス社も名を連ねており、1050万ポンド、約17億円弱の出資を得ている。これもあってか、アイラリス社は、2022年3月にカタールで行われた展示会で、アイラリス高等ジェット練習機の実物大模型2機を送り込んで展示しており、バルザンホールディングス社は、元より、同国のシャイフ・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー首長も姿を見せた。アイラリス社の将来性には、軍需航空企業の大手も期待しているため、本国の BAE システムズ社、さらにはアメリカのボーイング社も出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に新たな潮流を巻き起こす可能性が高い。2023年現在、世界のジェット練習機市場では、韓国製の T50 が大きなシェアを築き、その軽戦闘機版である FA50 とともに、アメリカ製の F-16 ファイティングファルコンの介護艦として、一定の評価を得られている。今後は、アイラリス社のアイラリス高等ジェット練習機が、そうした市場に食い込んでくるものと思われ、同機は、さらに、無人航空機としての拡張性も備えるため、西側諸国を中心に大きなシェアを獲得するのではないだろうか。今回は、日本の新明和工業社とイギリスのアイラリス社との提携という話題であったが、日本とイギリスといえば、そこにイタリアを加えた3カ国で、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを行うことが、2022年、12月9日に正式発表されている。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでも、数年前までであれば、こうした動きとなることを予期した関係者は少なく、従来通りのアメリカとの共同開発の線が濃厚であると、大多数が考えていただろう。日本が、太平洋戦争後に、アメリカ以外の国と兵器の共同開発を行うこと自体が初の取り組みであるため、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機の開発にも大きな注目が集まっていることは言うまでもない。ただし、日本の次期戦闘機開発に関して、今後のこうした戦闘機開発プロジェクトで必須となる随伴する無人航空機の開発においては、やはり、アメリカのロッキード・マーチン社が関わることが確実視されており、今後はまたクローズアップされるだろう。一方のイギリスにおいては、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機は、BAE システムズ社が統括するが、前述のように、同社は、アイラリス社への出資もすでに実施していることから、随伴する無人航空機にも、その関与が見込まれる。さて、日本の新明和工業はといえば、海上自衛隊が採用している大型の救難飛行艇 US-2 の製造元企業として、ストによく知られていると思うが、同社は太平洋戦争の敗戦までは、
川西財閥の傘下の川西航空機として、軍用の航空機を手掛けていた。その当時の川西航空機は、日本海軍に対して、局地戦闘機として、巧妙な試電、および試電改めを製造しており、同機は、太平洋戦争の戦局が、日本に不利になっていく中で、日本の本土爆撃に飛来する、アメリカ軍機に対抗する、貴重な機体となった。ただし、川西航空機といえば、今の救難飛行艇 US-2 の源流ともなった通称、錦台艇、正式名称は、錦飛行艇を抜きに語ることはできず、1941年から1944年までに、総数167機が製造された同機は、レシプロエンジンの飛行艇として、世界一とも称されている。機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し、速度面に優れ、かつ、20ミリの旋回式機銃5門を固定武装に備えていた、錦飛行艇は、1942年3月には、2機で、ハワイへの空爆を行う計作戦にも使用された。この計作戦では、錦飛行艇は、大きな戦果を上げることはできなかったが、その航続性能を生かして実施された作戦となり、アメリカをはじめとする連合国側の兵士たちからは、フォーミダブルを呼ばれ恐れられたという逸話が語り継がれている。その逸話を象徴するか、同様に、錦飛行艇は、1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 B-38 ライトニング3機と空中戦を行い、第1機を撃墜。また、後には、同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜した、武勇伝も記録されている。こうした数々の逸話を残した二式飛行艇だが、そこで培われたノウハウや技術が、今の救難飛行艇 US-2 へと、脈々と受け継がれており、同機は、2007年から、海上自衛隊での運用が行われているが、いかんせん、生産数は、これまでで、8機と少数に止まる。救難飛行艇 US-2 は、海上自衛隊に採用されているのみであり、そうした限定ゆえに、生産数が少ないことから、1機あたりの取得コストも、およそ100億円と高額であり、2011年以降は、海外への輸出にも、力を入れているが、現時点で確定した取引はない。一時期は、救難飛行艇 US-2 は、輸出先として、インドに、輸出、ライセンス生産の総数15機という取引が、盛んに取り沙汰されたこともあったが、やはり、コストが高いことが、最大のネックとなったようで、その後の進展も聞かれなくなっている。空自が沖縄県北大東島大東村に3次元レーダーを配備するという情報が入ってきました。今回はこの航空自衛隊の配備計画について見ていきたいと思います。3次元レーダーを配備することで太平洋側の防衛強化が期待できるそうです。2022年8月23日、防衛省の沖縄防衛局の職員など関係者が、北大東寺、真野台と宇村を訪問しました。この島は、沖縄本島から約 360km 東方に位置しています。
やってきた人々は、この地域の水道や道路等、インフラに関する現在の状況について確認作業を行いました。これまでに、大東村には、防衛省の委託を受けた民間事業者が、8月上旬、測量調査のために入村しています。これによって、前月7月に航空機から行った測量調査と合わせて、将来的にも精緻な現地の状況把握が進んだことになりました。北大東島の大東村に、こうした動きがある理由ですが、航空自衛隊が装備する移動式警戒管制レーダー設備を持つ部隊を新たにこの島に配備、展開するための事前準備なのです。最大の理由は南西諸島の防空体制強化ということです。空自は日本全国に固定施設であるレーダーサイトを28カ所設置しています。そこでは日本の領空に無許可で侵入してくる不審な機体がないかを常時監視していて、ここからの情報を4カ所の防空司令所に集約して適切な対応をとっているのです。各々の防空司令所では、集められた情報をもとに地域ごとに置かれている待機中の戦闘機部隊に対してスクランブル発進を行うか否かの指示を出します。つまり、日本の領空を24時間間体制で警備する体制を敷いているのです。といっても、このような監視体制の用となるレーダーサイトは精密機械ですから、何か不測の事態が起こる可能性もあります。思いがけないトラブル、悪天候による障害、最悪の場合、敵からの攻撃を受けて破壊されることもあり得るでしょう。そうした情報収集任務を完全に果たせない状態に陥ることを避けるため、代替手段を備えておく必要があります。こうした場合、最初にこの役割を担い得る存在というのは、E-2C、DIE-767 といった固定翼の早期警戒管制機です。これらの機体は、十分に稼働できなくなったレーダーサイトの監視範囲を空から補填する活動に従事することができるそうです。そして、このような航空機でのカバーと並行して、地上でも、その代替品となるものがあります。それが、車両搭載型の3次元レーダーを持つ部隊です。車載型ですから、陸上を、移動可能なレーダー設備と言えましょう。移動すれば、敵に所在地がバレることもないでしょうしね。この陸上移動型レーダーサイトは、3つの要素から成り立っている設備だそうです。巨大な筒状の3次元レーダー J、TPS-102A、航空機の飛行データを処理する装置、それらの装置に、電気を供給する発電機という3つで構成されたシステムなのです。その中で中心になるのは、3次元レーダー J、TPS-102A です。前述の通り、巨大な筒状の3次元レーダー J、TPS-102A は、戦闘機等の機種部にも採用されている、フェーズドアレイ式を採用したもので、本体部分を見ても、どこが動いているのかは、パッと見ではわからないようですが、東西南北、上下左右、全周囲の索敵を行える機能を持っているのです。こういった車両搭載型3次元レーダーは、戦時だけでなく、平時でも活躍しています。それは、固定式のレーダーサイトの定期的維持管理のためのメンテナンス等を行うときのことです。今後は、北大東島に常設でこのシステムを配備しようという計画になっているそうです。言うまでもなく、その最大の理由は中国です。アジア最大の軍事大国が、黄海、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋へと海洋進出を加速させていることは、知らない人はいないでしょう。この中国軍に対する警戒、警備体制の強化と、
年々増強される同国の航空戦力に対抗するための情報収集能力向上が目的です。今回車両搭載型3次元レーダー配備先の候補地として名前が挙げられている北大東島の大東村ですが、この島とは別に東京都の小笠原諸島父島も検討対象にされたことがあるそうです。父島にも将来的には配備されるかもしれませんね。北大東島では航空自衛隊の車両搭載型3次元レーダー配備という状況について、政治的には道村議会で全員一致で可決されたので、受け入れる方針を固めていると思われますが、場所が沖縄ですから、どうしてもマスコミやメディアの批判は根強いようですね。当然といえば当然とも思われます。沖縄メディアの一つ、琉球新報は、前年2021年12月11日付社説として、北大東島への車両搭載型3次元レーダーの配備に反対しています。沖縄本島は、もとより、与那国島、宮古島、そして石垣島などの沖縄の島々が、次々に要塞化されるのではないかという記事で、一部の人からは煽っているとも批判されているようです。在日アメリカ軍基地の大半が集中する沖縄は、アメリカ車両による交通事故や航空機の墜落事故、少女暴行事件など事件が多いこともよく知られています。なのに、治外法権のごとく、責任を問われることもなく、謝罪もなく、本国へ帰国するアメリカ軍兵士やそれを許す安保条約とは、一体何なのかと心ある人は考えるでしょう。古くは、太平洋戦争時に、凄惨な地上戦闘が行われたことも忘れてはなりません。こうした歴史を経た沖縄に対して、多くの本土住民は同情を寄せているはずですが、残念なことに、日本を取り巻く安全保障の環境は、今まで以上に悪化しつつあります。2022年8月初旬、中国軍が、台湾周囲の6カ所の空海域で、大規模な軍事演習を強行しました。その中で発射された、中距離弾道弾5発が、波照間島周辺の日本の排他的経済水域に落下したことは、ニュースで報道されましたね。中国の行動はエスカレートしていると感じられます。しょっちゅう問題になるのが、尖閣諸島です。この周辺海域へ、中国海峡局の艦艇が侵入するのは、もはや常態化しているようです。報道されても、またか、と感じる方も多いのではないでしょうか。尖閣諸島単体で考えた場合、中国が、この島に上陸して占拠する合理性は、かなり低いと考えられるのですが、台湾とセットで考えれば別です。雪がけの打賃という言葉がありますが、ついでに取ってしまいと考える可能性もないとは言えないでしょう。大国がそんなことをするはずがないだろうという希望的観測は、ロシアのウクライナ侵攻で打ち砕かれましたね。中国が威嚇を続けているように、本当に台湾を武力による侵攻にまで及ぶのかと考えた場合、中国側の被害を鑑みれば、得策とは言えないでしょう。むしろ威嚇を強めることで、台湾の一般人が自主的に中国に屈するように持っていきたいというのが狙いとみられます。このやり方は、ロシアがウクライナ侵攻で行っているやり方と同様で、東部ドンバス地方を含め、2014年、平成26年に強制的に併合したクリミア半島のように、占領地域で、表向きは、住民投票によって、ロシアへの編入を選択したと見せかけるものです。前述の沖縄琉球新報社説のように、沖縄本島のマスコミや一部団体は、
在日アメリカ軍や自衛隊基地が沖縄にあるからこそ戦争に巻き込まれるという論理を展開します。しかし現在のロシアや中国を見るとたわごとに過ぎないという意見があります。ロシアはウクライナ戦争で経済制裁を続ける日本に対し、北海道の半分は自分たちのものだと言いがかりをつけ始めましたし、中国は沖縄はかつて自分たちに徴兵していた属国だと見さしているらしいのです。その論理なら韓国も中国の属国ということになりますよね。そもそも北大東島南方に位置する無人島の沖大東島は1956年、昭和31年以降、アメリカ軍の射爆場となっていました。その状態に対しての大きな異論はこれまで起きておらず、過疎化が進む村の現実として受け入れられてきたということです。そうした歴史的事実がありますが、北大東島への空自車両搭載型3次元レーダー配備について、反対を唱える勢力は、沖縄県すべてで無防備都市宣言を出すべきだという無責任な声も見受けられるそうです。この無防備都市宣言というのは、正式には無防備地域宣言と言います。宣言した特定の都市や地域に対する攻撃を行うことは、戦時国際法で禁じられているのですが、現実的には機能しないでしょう。残念ながら。そもそも、無防備地域宣言とは、当の都市や地域が属する国家が、他の国家との戦争状態にあることが大前提ですから、戦時国際法のルールによっても、戦時である場合にしか、効力を発揮しないというわけです。そして、赤十字国際委員会コメンタールでは、無防備地域宣言を発行できる主体は、原則その国の政府のみであるとしており、一地方自治体この場合は、大東村や沖縄県は行えないということなのです。個人的には、いいアイディアではないかと感じるのですが、日本政府をはじめ、国家としては、国家そのものが持っている自衛権を一地方自治体がひっくり返すような体制ではありません。したがって、無防備地域宣言という戦時にのみ、限定的に成立する概念は、他国からの武力侵攻の歯止めにはならないということですね。さて、世界の目が、ロシアとウクライナに向けられている、隙を狙って言いましょうか。陰でいろいろと動いているのが、お隣の軍事大国中国です。今回は、尖閣諸島について取り上げたいと思います。日本とは、様々な因縁のある尖閣諸島ですが、今回は、ここに、日本が建造物を作るのか?という話題について見ていきたいと思います。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは自民党の高市早苗議員でした。今や、タカ派として名高い高市早苗ですが、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には、若い女性論客、歯に衣着せぬ自立した女の一人として、同世代の女性からの支持も多かった人物と記憶しています。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず、平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、
単なるコピー取り要員、お着身要員と見られていた OL の中にも、総合職という管理職を目指せる職位ができたのです。女性の新しい時代が到来したと、当時の女性たちは、キラキラとした瞳で働いていたはずです。こういった時代に、高市早苗は、知性派コメンテーターとして、たくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていました。ちなみに、当時の皇太子だった、金城天皇のお妃候補として、必ず名前が挙がった小和田雅子さんも、外務省職員として、世界中を飛び回っていました。当然、この方も、女性たちの憧れの敵になっていたようで、皇太子妃と決定した時には、せっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていました。さて、高市議員は、松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われます。その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの、落選。落選に懲りたのか、自民党入りして当選しました。松下政経塾出身者には、政治家が多く、彼女の他にも、同じ、自民党の小野寺御殿、河合克行がいます。また、野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も、松下幸之助氏の精神に学んできたようです。松下幸之助氏といったら、水道理論で、すべての人々が電気を使えるようにと、様々な発明をしたことでも有名ですよね。いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が、与党に入ったということを怒った人も多かったようです。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが、2022年3月9日でした。尖閣諸島は、言うまでもなく日本の領土ですが、そう思っていないのが、中国です。勝手に領有権を主張し、公船を、日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられています。その中国に対して、この島々は、日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したのでした。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには、何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したそうです。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土でした。1945年、昭和20年、太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が、日本のポツダム宣言中立後、つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土です。そういえば、1945年8月9日、つまり終戦前ですが、日本との中立条約を一方的に破棄して、当時の満州へ侵攻したのも、当時のソビエトでした。その知らせを聞いた関東軍のお偉方は、家族と財産を手にいち早く脱出しましたが、何も知らされていてなかった一般庶民は、悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも、絶対に忘れてはならない。史実ではないでしょうか。こういった歴史があるため、日本は、日ソ漁業交渉などと、セットで、北方領土問題を、交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきました。解決後に、平和条約の締結という段取りは、多くの時代を経て、ソ連崩壊後も、ずっと継続中だったのです。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けかと、日本国内の期待が高まった時期もあったのですが、ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えませんでした。
そして、ロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあります。北方領土返還交渉を振り返ってみると、一番忘れがたい出来事は、1973年、昭和48年、だったと思います。当時の田中角栄首相が、モスクワに乗り込み、文字通りの命がけで、ブレジネフ書記長との会談文書に、北方領土の4文字を盛り込んだのです。ソ連は、日ソ間に、領土問題は存在しないと、ずっと突っぱねてきましたから、これは、ソ連に対して、大きな一歩を踏み出したことになったのです。それ以降、歴代の首相は、ロシアに代わってからも、北方領土問題を取り上げてきました。ところが、北方領土問題を、ロシアとの文書から削除したのは、プーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相でした。個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものです。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と自認しているようにも見受けられましたが、この点についてどういった説明を受けたのでしょう。国防とお題目を唱える人間が、この問題をスルーしたとは考えられませんが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で、尖閣諸島国有化という話が飛び出しました。全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年、平成24年に日本が国有化したことになりました。とはいえ、中国は手を引こうとはしません。肝心の島に日本人はいませんし、日本のものは何もないからという理由もあるようですね。だからこそ、自民党の中には、ヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるのです。高市議員の発言は、その意見を支持しているのでしょう。高市議員は、非核三原則にも触れ、有事の想定を、日本とアメリカとの間で共有しておく、必要があるとも指摘しました。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍間のニュークリアシェアリング、核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されていません。つまり、現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見でした。簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように、自衛隊法を改正すべきということでしょう。こういった発言に対するネット上の反応は、賛同の声が多かったとか。平成初期のバブル期、日本は、政治は三流、経済は一流と言われていましたが、ここ最近は、経済も国民生活も、先進諸国の中でも、最下位に落ち込んでいます。責任の所在は明らかですが、目をそらすために、強い日本復活を唱える、人間も多いのではないかと感じています。日本が頼るアメリカで、菅、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は、関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしているのです。その一方で、尖閣諸島は、1972年、昭和47年の沖縄返還以来、日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しています。要するに、アメリカは、どちらにも、いい顔をして、現地を取られないようにしている、つまりダブルスタンダードと思われるのですが、別の言い方をすれば、したたかで老練な政治手法ということではないでしょうか。正直な感想ですが、日本のように馬鹿正直で、唯一の道しか選択肢を狭めていては、
現在のように複雑に絡み合った国際社会では立場が悪くなる一方ではないかと思うのです。ロシアのウクライナ侵攻を見て、日本も核を持つべきだ。核を持たない国は、核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたようです。現在のアメリカは、一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられます。こんな状態では、万が一中国が、尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があるでしょう。仮に、アメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るのです。この危惧は、現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロン・ヤスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないでしょう。自国、自国民を守るのが政治家の第一義ですから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えません。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場です。この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないのです。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正、改悪して核武装すべきというのが高市早苗の意見でしょう。賛成意見も多いようです。私見ですが、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じます。世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットは、なるべく多く作っておく、必要もあるのではないかと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか？